メタスタシスのスケッチ394メタスタシスはギリシャ出身の作曲家ヤニス・クセナキスが作曲した61人の楽器奏者のための還元楽作品である彼の初期の主要な作品はオリビエ・メシアンに支持した後1953年から1954年にかけて書かれたもので演奏時間は約8分であるこの作品は 1955年のドナウエシンゲン音楽祭でハンス・ロスバウの式で初演された。この作品はもともとアナステナリアというタイトルの三部作の一部であったが、別々の演奏のために作曲者自身によって切り離された。メタスタシスには61人の楽器奏者からなるオーケストラが必要である。これは各奏者が異なるピッチと時間でグリッサンドを完成させる。 音響作曲法によって書かれた。作品は、弦楽器が主役で、冒頭はユニゾンで始まり、その後46のパートに分かれる。ギリシャ語のタイトル、イプシロンタオアルファーシグマタオシグマイプシロンイオタは、フランス語で書くときに作曲家自身によって、レメタスタシス、メタスタシス、レメタスタッセスなど様々な方法で音訳された。ギリシャ語の二重音字である、イプシロンイオタは、 現代ギリシャ語では、愛と発音され、正しいフランス語の音訳は、メタスティシスとなる。公開されたスコアのタイトルページには、作曲者の手書きによる、メタスタスセス B と記載されており、スコアカバーにもこの形式で印刷されている。タイトルは、後や、その先を意味する、メタと、不動を意味する、ステーシスのカバン語で、動きや変化と非方向性の弁償法的対比を意味している。 作曲家自身の説明によると、メタスタシスは、クラシック音楽と作曲家が作曲に教え込まなければ、ならなかった、形式化された音楽との間のヒンジであるとのこと。B は、ヘルマン・シェルヘンによって提案された改定を指している。メタスタシスは、アインシュタインの時間間と、クセナキスの戦争の音の記憶の組み合わせに触発され、ルコル・ビュジエによる、数学的アイデアに基づいて構築された。 逆再生された音楽はほとんど認識できないことからわかるように音楽は通常時間順に並べられた一連の音で構成されている。メシアンの同様の観察は彼の注目すべき非逆構成のリズムの使用に繋がった。クセナキスは音楽の直線的な知覚と相対論的な時間の見方を調和させたいと考えていた。戦争ではクセナキスが 音楽の耳を通してそれを知っていたことから発射された個々の弾丸は不協和音の間で区別できなかったが全体として銃撃の音ははっきりと識別できた。これらのアイデアを組み合わせてメタスタシスの基礎を形成しました。ニュートンの時間の見方はそれが直線的に流れることを示しているのでアインシュタインの見方はそれを物質とエネルギーの関数として示している。 それらの量の一つを変更すると、時間も変更される。クセナキスは彼の音楽でこの区別をしようとした。ほとんどの伝統的な作曲は、普遍のテンポ、標識記号、またはフレーズの長さを使用して、ラインの進行を厳密に測定した時間に依存しますが、メタスタシスは、質量とエネルギーの音楽的な類似物として、スコアの強度、レジスター、密度を変更させる。 これらの変化によって作品は前進する。作品の第1楽章と第3楽章にはメロディックなテーマやそれらをまとめるモチーフすらなく、むしろこの時間の概念化の強さに依存している。フィリップスパビリオンはもともとメタスタシスで使用されていた双曲線放物面を示しています。第2楽章にはある種の戦律的要素がありる。フィボナッチ数列に基づく期間で、 14技法のフラグメントが使用されている。優れた建築家でもあったクセナキスは音楽と建築の最大の違いは空間が全ての方向から見ることができるのに対し音楽は一つの方向からしか見ることができないことだと考えた。メタスタシスの予備スケッチは楽譜というよりも青図のように見える図形譜で音程と時間を軸にして質量の動きやグリッサンドのグラフを 作品の構造的な張りのように示した。実際、このデザインは平らな表面ではなく、彼の音楽の塊とおにりの双曲線放物面を持っていたフィリップスパビリオンの基礎となった。しかし、完成したスコアのようなものを取る、今世紀の多くの前衛的な作曲家とは異なり、クセナキスは全てのイベントを伝統的な寄付法で寄付しました。クセナキスの メタスタシスとピソプラクタにジョージ・バーランシンがバレエの振り付けを施したメタスタシスとピトプラクタがある。このバレエは1968年1月18日、スザンヌ・ファレルとアーサー・ミッチェルを擁するニューヨークシティバレエ団によって初演された。ありがとうございます。